はい、新人です。今日はですね、先日購入しましたドランギアのアルコールストーブを開封してますが、していきたいと思います。というわけで、中身なんですけれども、こちらの黄色い袋に、入っておりまして、それだけでした。で、素材が、真鍮、真鍮というのはその銅とその亜鉛の合金で、亜鉛がその 20% 以上のものを真鍮と言います。英語で言うとブラスっていうんですけど、そのブラス使われてるの、名前でよく聞いたブラスバンドとか聞いたことないですかね。トランペットとか、あとはサックスとか、フリューゲルホルンに、いわゆる管楽器、あの辺がその真鍮を使ってて、そのブラスのバンドで、ブラスバンド、ブラワン、ブラワンって言われたりとかしてるようなものです。で、あと身近なもので言うと、ドラムセットのシンバル、あれもね、真鍮でできてたりとかします。で、その他もっともっと身近になると、五円玉も、真鍮でできてるそうです。この辺は年代によっては、なんかその中に入ってる成分が違うのかもしれないですけども、あれも、真っ黒になってるような五円玉もあれば、ピカピカの五円玉もあったりとか、そういった、ものができております。中を見るとですね、こんな感じになってるんですね。ここもね、ギュッて回すのかなと思ったんですけど、火ついて回ってる。なんか一番上の蓋は普通にカポッと押すだけなんですね。カシャってやるだけ。これがその火力の調整の蓋。この素材はね、何なのかなみたいな。鉄、スチールなのかな。よくはわからないんですけど、これね、なんかね、ここ絶対これ落としてるでしょっていうようなへこみがあるんですけどね。これ最初からこうだったのかなと思ってね。丸裸のこの状態で、この状態で値札がついていて、展示品しかなかったんですよ。で、それで1点しかなかったので購入したんですけど、よくよく見たらこんなへこんでんのかと思って、せっかくね、新品として、買ったんですけど、なんかちょっとショックみたいな、なんだかショックだなみたいな、なんかそういう感じです。で、中はこういうゴムリング、これがその中身ですね。一度使ってみました。その動画も撮っておりますので、後半に、何ですかね、かわいい感じの、いい感じのアルコールストーブだなと思います。もっとね、多分買ってその空気に触れてなければ、こんなに黒ずんだ感じではないと思うんですけど、先ほども言ったように店頭で売ってたものなので、これだけ、黒ずんだ感じの、いわゆる味ですよね。その経年劣化をこういかにこう楽しむかみたいな、真鍮の経年劣化はいいですよっていう、そういったものなんでしょうかね。もしピカピカにしたいのであれば、ピカールとかそういう研磨剤とかでね、磨くともっとピカピカになるかと思います。こんな感じ、やっぱテンションが上がりますね。いいですね。やっぱなんかこれぐらいちょっとね、ずっしりある感じの方がね、やっぱ重たさイコール高級感みたいなところがあるので、やっぱ軽すぎるとね、安っちいなと思ったりもするんですが、手に重みを感じるぐらいが僕にとってはなんかいい感じですね。では早速、アルコール入れて燃やした映像がありますのでご覧ください。
かがだったでしょうか。というわけで、まあ、新しいのでね、やっぱりこう炎の安定感とか、その赤い炎だったりとかっていうのはありますが、今後、使っていくうちにどん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 と味のあるアルコールストーブになっていくんじゃないかなと思います。あれ、ここもなんかへこんでるぞ。ここもここも光の加減で、あ、でもそうですね、2箇所、こことここ、これって店頭に並んで落とした後、落とした後じゃないのこれどういうことこれ。まあこれも味ということなんでしょうかね。まあ、店頭品だったらね、値下げしてくれてたらいいんですけどね。いや、ここ見てないな。まあ今後どん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 自分色に傷をつけていくことなので、気にしないでおこうと思います。今日は、新しく購入しました、トランギアのアルコールストーブの、まあ、ご紹介といいますか、自己満足な、開封動画となっております。ご視聴ありがとうございました。また、キャンプグッズ、埋入ギアしていきたいと思いますので、まあ、今後も、どんなものを購入するんだって思いの皆様は、よろしければチャンネル登録、また、高評価よろしくお願いします。では、ありがとうございました。